生に。今後の10年のメガトレンドは何かなというふうに考えると、まあ、それはモバイルからモビリティなのではないかなと。であればモビリティってところにですね、どのように我々はアプローチできるのか、もっと広げられるか。ソニーが一つになって世の中にないものを作る、コンセプトカーじゃないことですね、本物だっていうのがソニー。車とかモビリティっていうところに対して、まあ、ソニーとしてどのようにこう貢献できるのかねというのは結構社内グループ全体で議論としては起こっていた。そしてサステナビリティといったような視点において、ビジョン S というのはまさに具現化しながら、まあ、社会とか人々に提案していく、それそのものなのかなというふうに思っています。車って100年を超える歴史があるんですよね。まあ、そこに対して車らしい価値とともにビジョン S の新しい価値っていうのを織り込むかっていうのが非常に苦労したところではあります。ソニーは非常に大きな会社にも見えますけども、独立してそれぞれ そのセクションがあるんじゃなくて、それを融合させることによって新しいのを生み出す、それを他と組み合わせてこういうこともできるんです。安心安全を実現するというセーフティーコクーンというコンセプトですね。これを具現化して高感度高精細ハイダイナミックレンジと LED フリカ抑制というところの技術、このプラットフォームをソニーの技術を入れていくことによって実験だったりフィードバックだったりというところを受けて、イメージセンサーというところもより進化できていくのではないかと思っています。ホームエンターテインメント、お家の中のエンターテインメント、または人々が楽しめるパーソナルエンターテインメントっていう領域でどう車のスペース空間の中に持ち込めるのか、
そこでどう価値にできるのか。その360リアリティオーディオの場合にはいかにイマーシブで臨場感ある体験を閉ざされた閉空間の中で実現させるかと、我々の仕事はその箱を音響空間に変えると一番の課題だったかなというふうに考えました。このプロジェクトは日本のみならず海外の協力していただいている会社のメンバーたちがこう一緒に協業してですね作り上げた一つのビジョンなんですね。信頼し合いながら進めていかないとやっぱり物事が進んでいかないというか、結構半分以上の時間をそういうコミュニケーションに使ったかなっていうイメージがあります。 We are very proud that Sony asked us to participate in this joint development of the Vision S project. Since this is combining the latest trends we see currently in automotive and entertainment in the car. We see that high-tech companies like Sony have a major impact on the mobility of the future. コロナの流行によって移動っていうもの自体にフォーカスが当たることになったと。どういうことが我々貢献できるのか。エンジニアとかソニーの社員が考えているという想像を実際にそのものにする、形にするっていう、そういう会社だと思うんですけど、協力体制でどんどん取り組んで日を追うごとにどんどん完成度が高まっていく。このプロジェクト全体のこの存在自体がなんかもうソニーらしい雰囲気があるものなんだなっていうのを感じています。すでに発表しているものというのは活動のある意味スタートラインというふうに我々は見ていまして、どんどん進化させていくというのを皆様に見せていくというのがこの活動の意義かなというふうに思っています。